岐阜県道255号ネオ谷組大野線、元寿市ネオ東板谷にて、岐阜県道255号ネオ谷組大野線とは、岐阜県元寿市から、岐阜県伊比郡伊比川町を経由し、岐阜県伊比郡大野町までを結ぶ、一般県道である。岐阜県元寿市ネオ上大須のネオ東谷川にある上、大須ダム付近が起点。国道157号の道市ネオ黒津から峠を、 超える林道の終点、ちょうど、ネオ東谷川の橋を渡った地点が起点である。起点からネオ東谷川に沿って、南に向かう。オーストンネル、松田トンネル、板谷トンネルと三つのトンネルを越えると、国道四百十八号に出て、重複して、ネオの中心部に向かう。樽見駅付近からは、国道百五十七号に重複して、南に進む。同市ネオ板所で国道と分かれ。 海運橋でネオ川を渡る。ネオ水町地区に入り、ネオ川右岸に沿って進み、ネオ谷断層の断層崖を通過する。伊比郡伊比川町に入り、高品木、谷組口駅付近を通過し、道町谷組長瀬で、滋賀県道、岐阜県道4十号三島元線と合流し、重複してネオ川右岸に沿って進む。モズ橋からは、単独路線となる。伊比郡大野町に入り、 同長大技、稲富の岐阜県道78号、岐阜大野線交点が終点。国道418号との交差点、手前の西側が、両社の重複区間、岐阜県本津市ネオ東板谷にて、路線の大部分がネオ川に沿って進む。ネオ谷断層付近の県道255号、ネオ谷組大野線。ありがとうございます。